9月に労働者が受け取った名目賃金は去年に比べ1.2%増えたものの、物価の変動を差し引いた実質賃金は2.4%減少しました。実質賃金の減少は18ヶ月連続で、厚労省は物価の伸びに賃金上昇が追いついておらず、今後もこの状況が続く可能性があると分析しています。 厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によりますと9月に労働者が受け取った名目賃金を示す現金給与の総額は平均27万9304円で去年の同じ月と比べて1.2%増えました。増加は21ヶ月連続です。 6月から8月に賞与を支給した従業員が5人以上いる事業所の一人当たりの平均額は39万7129円で、去年の夏に比べて2.0%増えました。夏のボーナスの平均は2年連続で増加しています。一方、持ち家の住宅費用を除いた消費者物価指数は、去年の同じ月と比べて3.6%上昇していて、 名目賃金の伸びを上回っています労働者が実際に受け取った給与から物価変動の影響を差し引いた実質賃金は去年の同じ月と比べて2.4%減りました18ヶ月連続のマイナスとなっています厚労省は物価の伸びが3%後半から4%ほどで推移していて 物価が高い状況が続き物価の伸びに賃金上昇が追いついておらず今後もこの状況が続く可能性があるので注視が必要としています。